皆さんこんにちは、高橋義忠です。今日はですね、こちらデール・カーネギー道は開ける、こちらの本のまとめをさせていただきます。何回かに分けてやっていくんですけれども、以前ですね、私のチャンネルで見えますでしょうか、こちらもう一つの名著カーネギーの人を動かすと、こちらのまとめをしました。こちらは何について書かれている本かというと、人間関係の、原則が分かると、いうことです。人生の悩みの半分って、やっぱり、人との関係、人間関係ということがありますので、それについてまとめられた本です。で、今回は、もう一つの名著、この道は開ける。これは何について書かれているかというと、人間関係以外の悩み。ちょっと内側の表紙に書かれているのを読みますけれども、仕事とかお金とか心の問題、あらゆる悩みを克服して新しい人生を始めるための一冊ということです、あらゆる悩み、に対する解決の指針を示している本です。はい。それで、何回かに分けて、説明していくんですけども、この5つのチャプターというのはこの本のチャプターに従っています。逆境を糧に道を切り開く。2番目、仕事に打ち込んで心配事を消し去る。3番目、進んで人々に奉仕する。4番目、心の持ち方を変える。5番、批判に屈しないと。これを、一つずつ説明していきます。今日は1番目のところを説明していきますけれども、もしね、この本を一言で要約するとすれば、こういうことになります。悩みの解決策で非常に大切なことは何かといったら、今日一日の区切りで精一杯生きなさいということです。これはですね、私自身がギタリストになって、10年ぐらいになるんですけれども、本当にこの気持ちで、10年生きてきました。本当に、10年ひとまとめじゃなくて、一日一日、やりたいことがやって生きられた、ああ、よかったなぁと。で、この後、10年後自分がどうなってるかとか、いうことは全く予想がつかない。今でもつきません。だとにかく今日一日を精一杯生きよう。今の自分にできることはそれしかないという気持ちでやってきました。これからもそうだと思います。それが、本でも改めて書かれていたということで、自分のやってきたことはこう間違いではなかったのかなというのを本を読んでもこう感じてきました。はい。では、本の中身に入っていきます。今日はね、この1番目ですね。逆境を糧に道を切り開くと。それで、逆境。私の場合だとやっぱりこう、かつては高校の教員を2012年までしていたんですけれども、それから全く収入の当てがないギタリストになったわけです。本当に先行きが不安な中、本当にギターだけで飯が食えるんだろうかという不安を持って生きてきました。もう逆境も逆境ですね。はい。あとは、今の世の中だと誰でも、受けてきた逆境というのが、2020年から始まったウイルス騒動ですよね。本当に経済が停滞したり、人の心がね、塞ぎ込んだり、本当に大変な逆境をね、我々はこう与えられたというふうに思います。で、そういう逆境があると嫌だなという気持ちが、するのが人としては自然だと思うんですけれども、その逆境があるからこそ人は成長できるということです。だから、むしろ嫌だなじゃなくて、そういう逆境があったからこそ学びがあった、あるいは成長できたと、いうことが、言えるのではないでしょうかと。私も2020年からの3年間で、すごくね、学ぶこともできたし、心のあり方、見つめ直すことができて、ある意味ではすごくいい3年間だったなというふうに思っております。で、実際にそういう例は、マイケルにいとまがありませんよということで、例えば足がなくなったと。足がなくなったっていうのは本当に逆境ですよね。でもそのおかげで読書に没頭して職を得た人もいますと。北風が勇敢なバイキングを作ったとかね。あるいは貧しい家庭に育ったリンカーンだからこそ、
慈悲深い心で民衆に接することができたと、ね、だから今回の我々のウイルス騒動でもやっぱり、人の心の温かさ、ね、人と人とがやっぱり密接に関わらないとやっぱり人間らしい生活はできないなというのをね、改めて感じてね、あの人と人との触れ合いっていうのを大切にしようというのをね、感じた人も多かったのではないでしょうか、ね、で、そういう辛い経験を嫌だなとか嘆くんじゃなくて、そこから何かを学び成長しましょうということです、ね、ウイルス騒動は一応終わりましたけれども、これからも何かね、世の中大変なこと、あるいは個々人でも、そういう辛いことってのはあるかと思うんですけども、嘆くんじゃなくて何かを学んで成長しましょうと、ね、それでそういう挫折、ね、誰でも訪れるかと思うんですけども、それに効く薬というのは努力しかないということです、ね、でだからそこであの嘆いたり諦めたりしてしまっては、成長は得られない、ね、逆境を乗り越えることはできないと、ね、逆境を乗り越えるため努力している人には必ず幸福が訪れて立派な品性が備わる。だ絶対に諦めてはいけない、ね、あの今の世の中だからダメだというんじゃなくて、今の世の中だからこそ自分に今できることは何だろうかというふうに思って、それで、少しでも成長しようという心構えが大切だということですね。で、あの幸せとは困難を乗り越えることだと、ね、だから言いたいのは、全てが最初から満たされている人生が幸せと言えるだろうかと、ね、食べたい時に、ね、食べ物がやってきて、ね、欲しいものがいつでも手に入ってとか、ね、そういう人生が果たして幸せだろうかと、ね、あのやっぱりお腹が空いたとか、ね、疲れたとか辛いなとかそういうのがあるから、その時に食べるものが美味しいと感じると、ね、うん、いうことですよね。だから困難っていうのは幸せな人生の上では必要なものなんですね。必要なもの、うん、だからむしろ困難とかに感謝する、その乗り越えた先にある、ね、明るい未来に対を夢見てね、で、感謝して、むしろ困難に感謝して生きるということが大切だと、ね、逆境があるからこそ人生は面白いと、逆境に感謝しましょうということです。そうすると、昨今の騒動もね、もちろん あなたは喜んでるんですかと言われたら喜んでないですよ。嬉しくはないけれども、まあ、ある意味、ね、その乗り越えた先に何かが待っていると思うと、そういう逆境にも感謝しているという面も私もあります、ね、昨今のウイルス騒動、ね、嫌ですけども感謝しているという面もあります、ね、そういうふうにすると逆境というのが新しいふうに見えてくるんじゃないかなというふうに思います、ね、逆境があるからこそ人は成長できるし、逆境があるからこそ人生は面白いし幸せなんだよということです、ね、逆境を糧に道を切り開くという話を今回させていただきました。またね、次回以降もまとめをしますので、どうぞよろしくお願いします。ではさようなら。